皆さんこんにちは、花毛です。今回は、ワールドデータがなくなりました。何をしてんの？というわけでリセットですね。まあある程度装備は整えてあるので大丈夫だす。そうなんだすか。今日はブラマイ城を作っていくよ。それ2回目じゃねえかよ。もう終わりだよこのチャンネル。それならブラマイ城を作るのではなくブラマイ城で鉄を集めることに種を変更しようじゃないか。あ、なるほどね。ということでカット。早速掘っていくよ。今回は鉄をメインに取りたいところ。ダイヤモンドはさらにしたらしいぜ。将来的にはダイヤゲットしたいな。鹿なのに月がある。妙だな。ここで洞窟に当たりました。鉄がありそうなんだぜ。鉄がありました。見た感じ5個だな。これなら鉄スケルが作れそう。今日の目標は鉄10個でいく。ここからは倍速&コメント返信していくよ。最初のコメント。上級者でそれか中級者じゃね。上級者は撃てるやつ作れそう。アドバイスありがとう。 TNT キャノンの作り方調べます。そうしたら戦車作ります。次のコメント。もはや作ってない。あー確かに作ってないかもしれないな。ショーツの尺だから仕方ないかもしれないんだぜ。まあ見てくれてありがとう。次のコメント。いつも楽しい動画をありがとう。ありがとう。これからも楽しい動画を作っていくから通知オンチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次のコメント。それやるくらいだったらワールドイーター作って露天掘りで湧き潰した方がおすすめよ。あとは鉛筆を大量に用意してモブ自体を沸かせなくするみたいな方法を海外の人が考えたやつもあるし。マイクラって奥が深いよ。年気持ちいい。なんなんだよ。気持ち良さそうだね。これはガチ作業中さんの意見だから大切にしておきます。でもワールドイーターとか絶対時間かかるやん。作業中さんはそれを成し遂げることができるからすごいよね。次のコメント。統合板は長押しで着地できる。嘘だそんなこと。マジか。おいら知らなかった。これは統合板ユーザー特にスイッチの人は有力情報ですよ。これからは長押しの子が流行りそう。コメント返信コーナーはこれにて終了。さあ鉄は何個集まったのか。それでは行く。50個ほど。やっぱり頑張った甲斐があったみたいだぜ。これまでご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃまたのー。